どうも、お疲れ様です。ナミさん、動画の方ありがとうございます。今回ね、ネット集客できない理由というタイトルで、まあ、いろいろとお話しいただきました。長い動画だったんですけども、それだけに、あの、5分ごとに、センテンスごとにいろいろと気づくことが汲み取れたんではないかなと思いますし、私も実際ね、いろいろとこう、考えながらね、ずっと見させていただきました。さその中でね、あの、全く違うような話題になるかもしれませんけども、 集客するっていうのはどういうことかなそしてどんなことが今私自身集客されてるのかなって考えた時にあのキーワードはね昭和なんですよね <laughs> そしてもうちょっと深掘りすると懐かしさっていうね感情的なところに私はかなり集客されているような気がしますえ例えばね最近ものすごく面白いなと思って見てる動画っていうのが昭和の駄菓子お菓子アイスクリームこういったものとか 昭和の時代にリリースされたそのラジカセですよねあのカセットテープが入ったりとか途中から CD が入るようになったやつねこのラジカセってのもね国内生産がものすごく盛んでそれこそねさまざまな機能がゴテゴテついたりスピーカーのデザインとかそれから重低音にこだわったりとかその時その時に求められていたものの進化っていうのとあと新しい可能性を追求して各メーカーがねアイワとかパナソニックがさまざまなラジカセを出してきてるんですよ 思えばそのたんびに当時 iPhone とかで音楽を聴くっていう習慣がなかったですからあのとにかくラジカセとかねいいわゆるコンポっていうののが私たちの憧れだったんですよ憧れの,の AV システムっていうんですか AV っていうのはオーディオビジュアルですけどもそういったものを部屋にドーンと据えて総額何十万100万みたいなやつがね やっぱりこう同級生の家の中にあったりとかしてまあそいつを指差してスネ夫とか呼んでたもんですけどもねまあこの懐かしさってのがラジカセにもあるなと思ったりまあ,あラジカセに関しましては今はねあのシンプルな海外製品があったりとかそもそもラジカセっていうものがもう今部屋の中にないですねこの中に入っちゃいましたからねでもあのラジカセとかグラフィックイェクライザーになんか憧れてねあの部屋の電気を消して 聞いてみたりとかそれから CD が出始めた時って CD がぐるぐる回転するのにあの未来を感じたりとかしたもんですよねえそしてねいろんな動画を見る中で私が昭和の動画ばっかり見るからでしょうねあのその中でねあの尾崎豊さんの動画が出るようになったんですよで私も聞いたことがないわけではなかったんであ懐かしいなと思って「ILOVEYOU、まあ」I love you を聞いたりね「Forget MeNot」を聞いたりとかねう 「僕が僕であるために」とか「シェリー」とかまあこの4曲くらいをちょっと聞いてみたんですけどもあのなんか当時考えられなかったことなんですけども今ならわかるような感情が普通すと湧いてきてね、えー、ち,ょっとちょっと目頭が熱くなるっていうかねああ人の気持ちを動かせる曲ってのはこういうものなんだなとかでまあ動画でその尾崎豊さんのライブ放送でもう本当にねあの身を絞るように、えー、発する 恋ですとか汗ですととかかアクションとかが、ねえー、なんかその、うん、私の中にあるそのいろんな懐かしいっていう感情とそれからあの10代や20代で置き去りにしてきたね悔しい思いとかっていうのをなんか脇をこらされるような思いがしまして尾崎豊さん自身26歳でお亡くなりになっていてで青山学院の高等部高校生の時に。 高校中退してデビューしてるんですよね。確か17歳ぐらいの時に。だから活動期間は10年にも満たなかったんですよ。その中で何枚かのアルバムを出して、で、アメリカの方にも渡って、覚醒剤に苦しめられる時期もあって、で、ご結婚されてお子さんが生まれて、斎藤幸さんとの不倫関係もあったりとか、この短い間にね、ままあ、様々な、あのー、出来事を されたんなないいかなと思いますしね、まあ、そういった彼自身のストーリーも重なってそして最終的に突然の不審死ということでね今生きてらっしゃったらどうかなーって思うところとか今なら自分もあ分かるなーっていうこととかね、まあ、何が言いたいかというといまだにそして尾崎豊さんの実際の声や歌を聞いたことがない息子さんが今ね 尾崎豊の歌を歌をっているというしかもなんか生き写しというかね、えー、まさにあのー、尾崎豊を歌っていいのはお前だけだよみたいなねあの尾崎豊さんの歌って素晴らしいんでカラオケとかで歌うとね貧粛なんですよ歌ってる方もね辛いんですよね <laughs> いい曲だから自分も歌いたいけどもでも歌ってる最中に確かにこれは俺が歌う歌じゃないなって冷めたりとかしてね <laughs> ちょっと辛かったりするんですよねで人が歌ってるののも大体あのー 歌い手さん尾崎豊さんが素晴らしすぎて誰が歌ってもこれダメで役者不足なんですよねまあでも最近は YouTube 見てると尾崎豊さんの曲をものすごく上手にね自分のものとして歌ってらっしゃる方もたくさんいてあの同じ曲なのに別の声で別の感情で歌われるとねこれもいいなこれもな,なくはないなって感じたりとかねそれも一つの懐かしさの一つかなと思います。 まあ今回はね尾崎豊さんの曲がちょっと前面に出てしまいましたけどもまあそのぐらいね26歳でお亡くなりになってあのまま生きていらっしゃれば今でもさまざまな曲を作り出してね場合によってはあの自分のプロデュースするユニットとかもねこの世に送り出したかもしれないなと思うとまあ残念でならないんですけどもこういう言い方は不損かもしれませんけども 尾崎豊からしい終わりだったかなとも思えなくもないかなと、うん、まあでもね惜しい人を亡くしたなと思うばかりでございますえそして昭和っていうキーワードに立ち返ってみるとまさに惜ししいい時代をなくしたなって今思いますね、うん。確かに今ほど便利で豊かではなかったんですけども挑戦して当たって砕ける日本人の姿がそこにあったんではないかなと思いますそれでは今回は以上です奈美さん次回もよろしくお願いします